はい、どうも皆さん、こんにちは。中井です。今回もクロックドアンやっていくんですが、ちょっと聞いてほしい。いや、またかよって思うかもしれないけど、ちょっと聞いてほしい。昨日ちょっと、なんか、下の裏側、右側がね、ちょっとね、痛かったんですよ。まあ別に気にしないで、そのまま、暮らしてたわけ。そしたら今日起きたら、なんかね、その、下の裏に、やたらでかい口内炎できてて、それで、鏡見たら、なんとびっくり、下顎右側だけめっちゃ腫れてて、顔の形変わってたんですよ。これ怖いわ。死ぬのかな？じゃあやっていきましょう。クロックドア。前回は3桁パスを手に入れたんだよね。3桁パスは、多分ね、あそこだよね。なんつったっけ。非常階段？非常階段が3桁パス上か？ん？ここ何階？ 確か3回あたりにあったよね。パス。つうことで、行きましょう。いやー、怖いわ。ちょ、死ぬ。ちょ、めっちゃ喋りづらいんだよね。痛いしさ。ここだね。何番だっけ？ 716。71、あー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 、
けた。お、何、土のうが山のように積まれていて下には降りられない。ああなるほど。でこっちは封鎖されてる。お、屋上じゃん。太めのワイヤーで固定。ニッパーかプライヤーか。ペンチとかじゃ切れそうにないしな。そもそもペンチもないし、どうにかできないもんかね。なんだよ、いけんのかと思っちったじゃんか。よし、また探索か。探索、ちょっと待って、今アイテム何持ってたっけ。じゃあこの辺の小さな鍵とかなかった？小さな、これ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 とか、血まみれの鍵とか、そういうのを片っ端から当たってくか。じゃあこっちの部屋とかってのは入れないとこってあったっけ。あー、こういうのは開かないとかなんだもんな。なんつうんだろうね、あ、これ地下か。フラフィー、あるところに曲がった男がいました。曲がった男は曲がった道を、はい、出た。マザーグースね、マザーグース。ちょっとめっちゃなんかな、舌が痛いな、やめようかな今日。ひねくれ男がおりましてでしょ。ひねくれ男はひねくれ道を歩いたとさ、みたいな感じのやつがあった。うん、ひねくれ垣根でひねくれなんちゃら、うん、もういいわ。うん、買いました。はい、猫が曲がった犬を捕まえてきました。曲がった男、はい、その曲がったお家で暮らしました。ひねくれあばら屋だった気がするんだけど俺は。それ曲がった男の歌だね。やべ、全然喋れねえ、声が出ねえ。うん、ママが教えてくれたの。僕お歌好きだからいっぱい歌うの。このお歌も好きなの。そっか。何、俺も小さい時その歌を教えてもらったけど、あんまり好きじゃなかったな。どうして。なんとなく悲しいお歌だと思ってさ。だって曲がった音がずっと曲がったまんまで、曲がったものしかあまりないんだろう。もし自分が曲がった男だったらって思うと怖かったよ。小さい時の話だけどね。僕よくわかんない、悲しいお歌歌ってごめんなさい。あ、いや違うよ、ただ思い出しただけさ。フラフィーはお歌が上手だね。ママと一緒に歌うの。うん、ママもお歌好きなの。一緒に歌うとなんだか楽しいの。デビッド兄ちゃんも歌う。だから悲しい歌嫌だって言ったじゃん。あのね、今ダーケは悲しい歌聴きたくないよってね、尾崎豊も歌ってたもんね。俺下手くそだから遠慮しとこうか。悲しい歌ね。あ、ここは違うか。じゃあ戻るか、一旦こっちだっけ。ちょっとマイク邪魔だ、ちょっとごめんなさい。マイクをじりじりとじりじりと動かしてるけどごめんなさい。どうしよっか、こっちの方。
ナースさんってやってなかったよね、そういえば。ナースさんは知ってるよってのが、やってなかったの。ここはナースセンターだ、違うのか。わかんねえな。ここって何室なんだよ。ナースコールとかあるもんな。うん。うん、コピー機だ。うん、今年もの。あ！謎コマンド出た。ガラクタがたくさん入っている。愛のピースを手に入れリングです。ちょっと待って、今何がある、今何がある。 YALFI お、あと1個か。じゃあ屋上行けば全部揃うんだな。予想します。屋上にあるピースは M ですね。もうわかった。ファー、ミー、リーでしょ。もう分かりやすいわ、この並びで。分かりやすい。多分、M、この間に来るよ。多分、この間に M が来るから。そしたら、後ろから読んで、ファミリーだわ。オッケー。そっか。で、この鍵の行方を探さないといけないんだよね。どこがそれなのかっていう。カットかなー、カットかなー、もしかして。これ、いちいち全部やってくのか。いや、こりゃカットだべや。あ！ひょっとして、この小さな鍵ってここのかな。やべえ、全然、やべえ。ほんとにね、声出しづらい。やべえな。開けてみよう。小さな鍵で戸棚を開けた。薬品保管庫の鍵を手に入れた。薬品保管庫ってどこだ？薬品保管庫。薬品保管庫ってどこにあったっけ？一応死ぬからセーブしといて。てか今回一回もセーブしてんだよ。56分か今。56分から。あーやばい、もうセーブがスロットがない。4分。まだいけっか。ちょっと待ってね。一旦戻って。アイテム。薬品保管庫。薬品保管庫あったっけ。地下か、地下か、地下だ、地下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 だろこれ。こことか。はい、来ました、来まして、おっと、やべやべやべ、死ぬからセーブしといて。オッケー、これだな。西、新人のスティーブめ、やりやがった。余暇水素をこぼして壁に穴開きやがった。あんだけ鉄も溶かす怖い薬品だって言ったのに。はい、来ました。これでワイヤーをね、溶かすんですよ。今度酒でもおごらしてやるか。溶化水素か。これって多分鉄を溶かせるんだよな。ってことは屋上のドアのワイヤー溶かせるかもしれないな。ただ換気しとかないと結構やばいんじゃないかな、そういうの。溶化水素探そう。なんだこいつ。アコニン酸コシストカプセルニスタジール、どんな薬かわかんねえな、ほんとわかんねえよ。まあ、その棚なんだろうなこれ。あ、このトリプタノールって母さんが飲んでたやつだ。何の薬って言ってたっけ。ちょっと調べようかな。トリプタノール、トリプタノール、多分精神病かなんかじゃないかな。PL 配合下流、成分はサリチルアミドアセトアミノフェン、ダメだ、さっぱりわからない。プロゲストーゲン、エストロゲン、何の薬なんだろう。アエン、エタノール、オキシドール、水銀。この辺なら俺でも名前ぐらいはわかるな。水銀は HG ですよね。お、あった。溶化水素ってこれだな。気をつけて運ばねえとな。溶化水素発見。めっちゃ声出しずれ。あ、いや、病院行こっかな、明日。スッピペロン、フロロピパミド、モペロン。変な名前が多いな、薬って。固まったべ？おい、つうことで、また切れましたんで、やっていきましょう。ごめんなさい。よいしょ。あら、あら、あ、あ、やべ、西読んでなかった。よいしょ。
で、ここで一旦セーブしとくもめんどくせえから。はい。もう、録画機器が本当に不安定なんだよな。よし。溶化水素発見。これで屋上、あ、死ぬからセーブしといて。ああ。やべえな。声が出せない。ここ何階だ？ん？わかんねえ。あ、ここ1階か。3階？ 3 階だよな、確か。行けたのが。3階で、ここへ来て、あーっと、ここで死ぬからセーブしといて、よいしょ、オッケー。これで屋上に行けってことかな？ほい！ごめん、自動でかけてくれんのかと思った。ずっと待ってたわ。これをワイヤーにかければ多分溶かせるな。フラフィー、危ないからちょっと下がっててくれ。はーい。おー、溶けてる溶けてる、なんだかおもろいな。理科の実験を思い出すよ。何ジュワジュワーンって。フラフィー、お前かわいいな。ワイヤーが溶けてドアを開けられるようになった。わーい、お外お外。お、フラフィー危ねえぞ。ほらほら、フラフィー、あんまり走り回ってたら落っこちゃうぞ。え、ママ、こっから見えないかな。きっと、まだ忘れ物探してるんだね。早く僕のことを迎えに来てくれないかな。きっと、もう少しで来てくれるさ。フラフィーはママが大好きなんだな。うん、僕ママ大好き。デビッド兄ちゃんはママのこと好き？いや、そんなこと言ったらお前不倫になっちゃうだろ？大好きとか言ったら。そういう意味じゃない？あ、もちろんだ。大切な家族だからね。うん、そういう意味じゃなかった。ごめんなさい。私がゲスだったわ。僕のママは優しいけど怒るととっても怖いの。デビッド兄ちゃんのママ優しい？黙っちゃったよ。おっと、ムービー？ただいま。母さん、具合良くなったかい？病院には行った？おかえり、デイビー。大げさね、ただの風邪よ。たくさん眠ったらだいぶ良くなったわ。体弱いって本当にいいことがないわね。あなたにもいつも苦労かけるわ。ごめんなさいね。気にしなくていいんだよ。二人しかいない家族なんだからさ、助け合うのは当然だ。優しいのね。ところで、シャーリーとはうまくやってるの？最近うちには遊びに来てくれないから。仕事が忙しいらしくて最近会えてないんだ。これからのこととかもっとちゃんと話したいんだけど。きっと不安なのね。女にとっては人生の一大イベントだもの。しっかり支えてあげなきゃダメよ。母さん、やっぱり辛いんじゃないか。顔色が悪い。食事は俺が作るから眠っててくれよ。こうこう、息子を持って私は幸せね。ありがとう、デイビー。たまーにこういう一人芝居やってっと俺何やってんだろうってなっちゃうからちょっと嫌だな。ああ、とっても優しい人だよ。いつも俺のことを心配してくれた。デイビッド兄ちゃんも早くお家に帰らなきゃね。きっとママが心配して待ってるよ。ああ、そうだな。フラフィーのママもきっとすぐに来てくれるよ。それまで俺と待ってよな。うん。おっと、セーブ。おっと、違うぞ。子供の前でタバコは吸わないぞ。オッケー。まだいけるぞ。こいつがすげえ気になる。古い新聞。うにゃうにゃ町総合病院勤務の精神科医自殺。本日未明、丸々町の総合病院に勤める医師が、診察室で死亡しているのを同病院で働く看護婦が発見。首を吊った状態であることから、警察は自殺と判断。なんでもないのね。なんでもなかった。上も登れんのか。
登るわ。お空に近づかないといけないもんな。はい、 M のピース、よし。いや、一旦セーブして、オッケーオッケー。ここで何もしないという選択肢はないと思うんだけど、どうやって戻るのこれ。あら、どうやって戻るのこれ。あ、こうだ。そしたら箱をですね、開けに行きましょう。オッケー。箱めっちゃ嫌な音するんだけど。無視しちゃダメ。めっちゃ無視したい。ちょっと一旦セーブしようって言ったら、眼か産婦人か皮膚か、ここだな。こいつ何してるんだ。模型食ってんじゃないの。模型、大義の模型を食ってるのか。当たったわ。ぐわっ、お前バカだろ、すぐ逃げろよ。デビット兄ちゃん、頭が。いや、嫌なの、こっち来ないで、嫌なのっていう、嫌なの。いやー、マジか。フラフィー逃げろよ。フラフィー、クソ、あの化け物、すぐ追いかけないと。このイベントいる。クソ、頭が血が出てめまいが。ここで出てくるのがですね、セーブじゃねえよ。なんと私は栄養ドリンクをね、まだ持ってるんですよ。はい、回復。あ、意味なかった、やべ。一旦ロードしようかな、これ。一旦ロードしていい、これ。ちょっと一旦ロードします、ごめんなさい。ロード。さて、じゃあフラフィー追っかけましょう。主人公やばいぜ、お前。デビとかどこ行ったんかな。こっちでいいのかな、全然わかんねえな。全然わかんねえな。どこ向かえばいいんだこれ。ピースは全部で YALFIM か。この文字で何か団子作りゃいいんだな。左からはめるピースを選んでください。 FAMILY。 はい、開きました。インコの鍵を手に入れました。インコの鍵をですね、インコの鍵を手に入れたからセーブして、ここでいっか。じゃあインコ開けましょう。インコ金庫って言えっつ、これね。あ、そう、お前だって、お前鍵開けるところは気にしてる場合だけど、お前金庫の鍵は気にしてる場合じゃないんだな。オッケー、わかった。おめえのその神経、わけわかんないけど、わかってやるよ。あ、いた。フラフィー。フラフィー？何？嫌なの、来ないでって。やべ、全然来いでね。あいつをどうにかして止めないと。何？あ、15、アイテム、ライターしかねえよ、ライター、はい。
マジか。でもここでセーブしてっから大丈夫か。あ、わかった。これこっちだ、こっちだ、あっちと見せかけてこっちだ。で、消火器あった。この化け物じゃねえよ。これで、ラフィーから離れろ。デビット兄ちゃん。弱くなったな化け物。デビット兄ちゃん。フラフィー、怪我してないか。うん、僕大丈夫だよ。ごめんなさいデビット兄ちゃん、僕のせいでデビット兄ちゃんが怪我して俺絶対雰囲気壊してるからね。大丈夫だよ、君が悪いんじゃない。君は悪くな、バタン。デビット兄ちゃんこんぐらいで終わろう今回。ちょっとごめんなさい、かなりぐだっちゃいましたけど。君が悪いんじゃない、気に病むことはないよ。言っちゃうなんだか、よくあることなんですよこれ。なんか違うなこれはえ、ちょっと誰これ、言っちゃうなんだか、よくあることなんですよこういうことは。え、誰。ただもう少し気づくのが早ければ。何なの。デビット兄ちゃん、俺気絶してたのか。クソ、まだ頭が痛い、あの化け物め。デビット兄ちゃん本当に大丈夫。ああフラフィー、無事でよかった、怪我してないよな。うん大丈夫。俺も大丈夫だよ、心配かけてごめんな。あのお化けはどっか行ったみたいだし、行こうか。フラフィー、僕ママに会いたい、お化けもう嫌、怖いのも暗いのも嫌。うぅ、フラフィー、おまわりさんのとこ行くかい。きっとフラフィーのママもそこにいるよ。だからさ、僕一人で待ってるよってママに言ったのママ僕のこと偉いって言ってくれたの、だから僕ママが来るの待ってるの。ママ嘘つかないの、絶対迎えに来てくれるの、だから僕ここで待ってるの。オッケー行ってろいい加減保安官のところに行った方がいいな。でも今は言うことを聞きそうにない、無理やり連れて行こうとして逃げ出したら大変だし、もう少しだけだ、もう少しだけ彼をもう少しだけここで彼を探していなかったら、その時は無理やりでも保安官のところに連れて行こう。それにしても母親は一体何をしているんだ、こんな夜中に息子を外に置き去りにしたりして、信じらんないよ全く。そういえばあの化け物も一体何が目的なんだ、今まで俺をずっと追っかけてきたのに、ここではフラフィーのことばっかり狙ってるみたいだ。考えてもわかるわけないか、とにかくあいつにフラフィーを襲わせないようにしないと。どっかで武器でも見つけられればいいんだが。ハンマーだろフラフィーはいい子だね、暗いのも怖いのもずっと我慢してすっごく偉いよ、きっと君のママも嬉しいって思ってるさ。もう少し、ダメだ全然下が回らない、クククケキンテハラコ。 OK、 もう少しだけ頑張ってみような。俺はずっとフラフィーと一緒にいるからさ。もうお化け出ない。出るんだなそれが、わからない。でもまた、もしまた出たら俺がフラフィーのことを守ってあげるよ、だから俺から離れたらダメだぞ。うん、僕兄ちゃんと一緒にいる。と言ったところで、今回はセーブして、ライオンズして、OK。OK。
OK、じゃあ今回グリーンで終了したいと思います。ではでは次回もまた廃病院の中で会いましょう。さよなら、さよなら、さよなら。